その神社にその神様がいらっしゃるとは限りません。ようこそ。みそぎの玄米、龍神米の湯庭の実の量を毎日食べていますが、どうも免疫が上がった気がしている予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。どうして免疫が上がったと感じるのか、それはエンディングでお話します。厳島神社の神様についてご存知ですか、についてお話します。あなたはあなたが行く神社の神様についてどのぐらい知ってますでしょうか。このチャンネルでは産砂様が一番大事にしなければいけない神様だと何度もお伝えしていますが、あなたが毎日訪れるべき産砂様、その神社には御祭神様という神様が産砂様とは別に祀られていると思います。その御祭神様、どんな神様かご存知でしょうか。これ結構知らない方が多いんですね。そこで今日は秋の宮島の厳島神社について例としてお話したいと思います。このことによりほとんどの人が知らない神社の神様について大事な知るべき知識を得ることになります。多くの人が宮島の厳島神社に訪れたことがあると思います。あなたはどうでしょうか。あなたが行ったことがある場合、その時あなたはどのような神様が祀られているか意識して訪れましたか。そうではない場合、今日この厳島神社の神様について知ることで、神社と御祭神様、そして産砂様との関係がはっきりと理解できます。そしてあなたは神社に祀られている神様を知ることで、あなたの神社参拝のエネルギーが変わります。神社にご参拝に行ってただの観光として訪れるだけではもったいないです。僕は常日頃から命は時間であり、時間は命であるとお話しています。あなたが持っている時間、それは今から死ぬまでの時間を持っていますよね。つまり時間はイコール命であり、命はイコール時間です。その時間という命を使う以上、その命を大事にしてほしいんです。多くの人が有名な神社だからということで神社を訪れます。でも祀られている神社を深く知って、その上でその神社に祀るための事前準備をしっかりとすれば、あなたの使う時間が最も有意義なものになります。そのすべきことをせずに神社参りをしたとしたら、無駄とは言いませんが、ものすごくロスが多く、あなたの未来をより良くするものになりません。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは厳島神社の神様について深く知ることにより、神社の神様についての目から鱗の知識を得ます。神社にお参りするということの本質と手順作法なども知らずに自己流でやっていたら、逆効果、より不幸になっていく可能性が高くなってしまいます。せっかく神社参拝の時間、そして労力、お金を使うのに、悪い方向に向かうための参拝にはしたくないはずです。誰でもそうだと思います。そういう意味で、今後に生かすことができ、本当の意味で神社のお力をあなたの未来に生かすために知らなければいけない大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。厳島神社とは、行ったことがある方であれば、まず最初に思い浮かぶのは、海に浮かぶ赤い鳥居、めちゃくちゃ有名です。日本の三大名勝の一つが秋の宮島。この宮島にある厳島神社、ここにどんな神様がいるのか知っておいてほしいと思います。厳島神社で祀られている主祭神、それは一木島姫様です。宗像三女神も御祭神として一木島姫様という生命権を司る神様が主祭神になり、地権を治めている田切姫様、そして水権を治めておられる滝津姫様、この御祭神が祀られています。この御柱の女神様、これを宗像三女神と言います。この宗像三女神は天照とスサノオの受け妃という2人の賭けのようなことによって生まれた神様、スサノオの子供神として生まれた御柱です。今この御柱が地球自体直接に治めておられて、その下で実際に働く自然の神様、それを龍神様と言います。そして宗像三女神をお使いになられている今の地球の最高神、それが
コケムス姫様で、これは岩永姫様の別称です。厳島神社でお祭りされている一木島姫様、この神様は生命権、すべての生命を司っておられて愛の神様です。僕は広島大学だったので、結構秋の宮島というのは付き合ってる二人がデートする先として選ばれたりもしていたんですが、その時宮島にデートに行くと別れるという都市伝説みたいなものがありました。ですがこれはありません。愛の神様なのでそんなことをしません。都市伝説では女神で焼き餅を焼いて別れさせるというような話でしたが、愛の神様がそんなことするわけありません。もし実際にデートに行って別れたとしたら、それは別れるべき相手であって、別れるべくして別れたということです。またこの一木島姫様は弁財天様と同一神とされることもあるんですが、これも違います。全く格が違いすぎます。そもそも弁財天という天という神様は仏教の神様です。仏教において一番上が菩薩様、そして如来様、そしてその下が明王で、さらにその下が天です。それに対して地球の生命権を治めておられる神様が同じ神様なはずがありません。この弁財天様は中国から渡ってきた8人の仙人のうちの一人、唯一の女性、その仙人を河仙子と言って自由に空を飛ぶことができる仙人だったとされていますが、この河仙子が弁財天様です。実際に弁財天を祀っている神社には一木島姫様がご祭神として入っていることが多く、そこで弁財天様と同一視されているということじゃないかなと思います。でもここで知っておいてほしいのは、ご祭神様というのは特に大きな意味を持つものではないんです。ご祭神様というのは、人間が神社を建てるにあたってどの神様をお祭りするかを決めるんです。その神社に神様がいらっしゃるのではなく、建てて神様という自然現象をお祭りするんです。祭るというのは間を釣り上げる、神様と人間との間を釣り上げて人間を神様の域に上げようとすること、上がろうとすることが祭り、また神様に従うということを祭らう、それが祭りです。ですから人間が先なんです。人間が祭ろうとした神様の名前を掲げて、もしよろしければいらしていただけませんでしょうか、その力を下ろしていただけませんでしょうかと祀ってるんです。ということはそこにその神様がいらっしゃるとは限らない、まずほとんどはおられない、これが神社の真実です。ただし産砂様はちゃんといらっしゃいます。産砂様は本殿の上空数十メートルのところに隠れの宮というお宮が存在していて、そこにいらっしゃるその神社で一番格の高い神様が産砂様です。まずはご祭神様というのはそういうものだということを覚えておいてください。一木島姫様が持つエネルギー、地球を治めておられる三女神のうちのお一人で、生命権すべてを司っておられます。生命権を司っているということは、私たちが命を与えられて生きているということは一木島姫様のお働きなんです。命を産んでつなぐこと、育んで育てること、命を続けていくこと、これは全て自然界の働き、この働きを一木島姫様と言います。ですから生まれるのも命のつながりなので、愛の神様のお働きであり、命の営み全て一木島姫様そのおかげなんです。そう考えると、そもそも全ての行動というものが命を使っています。ということは一木島姫様とつながることによって、命に関わるサポートをしてくださる、命を使う行動についてのサポートをしてくださる、そんな大事な神様が一木島姫様ということになるので、一木島姫様とつながることによってお金が入ってきたり、人間関係がうまくいったり、新たな素敵な出会いがあったり、命に関わるような病気が治ったりします。つまり一木島姫様のお働きというのは、マズローの5段階欲求というこの図をご覧になったことがあるかもしれませんが、
この一番下の最初に出てくる第一の欲求、それが生存の欲求で、第一の欲求を満たしてくださる神様です。そして第一の生存の欲求だけでなく、人はこの欲求をだんだん上げていきます。はじめは生きれたらいいという欲求だったのが、次には安全安心に生きたいという欲求に変わります。これが第二の欲求。これも生きるということに関わっていますので、一木島姫様のお働き。そしてその次は三段階目の欲求。これは所属の欲求。どこかに属したい。一人では怖い、寂しい。だからどっかに入りたい。仲間と一緒になりたいという欲求。これも生きることの一環ですので、これも一木島姫様がご担当されています。そしてその次、所属の欲求が満たされたら、承認欲求という段階に行きます。ただ所属するだけではなく、人から認められたい、褒められたい、愛されたい、そのような人から自分というものを認められたいという欲求に進みます。これも生きる行為なので、一木島姫様が司っておられるんです。そして最後、5番目の欲求、これは本当は6番目があるんですけれども、とりあえずは5段階欲求で言えば、自己実現の欲求。自分が生まれてきたその意味を知りたい、自分がやるべきことをやりたいという欲求です。この段階が天命地命我命に向かってまっすぐ進める段階。これも命を使っての行動、その欲求ですので、一木島姫様のご担当です。あなたが何かをするにあたって、一木島姫様にお力添えをいただかなければ、ほとんどのことができないということがわかるんじゃないでしょうか。厳島神社がなぜあのような場所にあるのか、つまり海の上にある、しかも鳥居は海の中にあります。その理由は、弥山というあの島自体が山です。弥山という山自体が御神体という神様なんです。ですからその御神体に傷をつけないように、そして自らの気を取り込めるように、海に面して海に浮かべて鳥居を建てました。そして御神体が島であり山ですので、その手前に鳥居を置いて、向かい側の本州の地に地御前神社を建て、地御前神社からお参りをしたんです。それが鳥居が海の中にある理由です。神社の知られざる真実。厳島神社がどんな神社で、そこに祀られている一木島姫様についてお話しました。ここで先ほどもちらっと言いましたが、ご祭神様がそこにいらっしゃるとは限らないとお伝えしましたので、これは厳島神社にとってもそうなんです。ですからご祭神が一木島姫様だとしても、厳島神社には絶対一木島姫様がいるとは限らないんです。そもそもどこの神社も同じです。ただじゃあいないから力がないのかっていうと、それは違うんです。主祭神という人間の意図によって祀られた神様、その神様は自然の働きのことを言います。自然の働きを擬人化した、それが神様であり、その働きについて神様の名前がついているんです。ですから人間の意識において、その自然の働きとつながりたい、間を釣り上げて自分たちがそれを克服したい、それが祀っているということなので、その自然の力は降りるんです。神様がそこにいらっしゃるとは限りませんが、その意図は通じる道ができているんです。ですからそれをしっかりとその自然現象とつながるためには、しなければいけないことがあります。例えば厳島神社で一木島姫様にお願いしたいことがある、命に関してお願いしたいことがあるとします。するとあなたの人生を担当してくださっている最も偉い神様、それが産砂様ですので、産砂様にお参りをして、何月何日に厳島神社の一木島姫様にこの今の命に関わる病気の回復のためのお力添えをお願いしていきたいと思います。産砂様にもお願いはしておりますが、一木島姫様にもお願いをしていきたいと思いますので、どうぞお取り次ぎをお願いできますでしょうか、というふうにお願いをすると、ちゃんと産砂様から厳島神社、そして一木島姫様に取り次ぎをしてくださるので、その自然の力とちゃんとつながれるんです。
産砂様からちゃんとアポイントを取っていただけるから行って意味があるんです。ですから観光のついでにちょっとお参りしておこうというような考えで行っても、そこには一木島姫様がおられなければその自然の働きともつながれないということであって、ただの観光客だけということなんです。そして僕も実際に何度も厳島神社には行っています。直近で行ったのは2年前になります。その時行ってまた感じましたが、力を感じませんでした。その力は僕は自分の体の DNA に効く方法で効くんですけれども、どうもいらっしゃらないようでした。ただし隣にある大願寺というお寺がありますが、そこには不動明王様がいらっしゃって、そこはエネルギーが強かったです。ですからあなたが厳島神社に行かれる時には、事前に産砂様にお参りする理由をお届けして、厳島姫様に何をお願いしたいのか、そして同時に大願寺にもお参りをしたいのでお取り次ぎをお願いできますでしょうかとお願いしてみてください。もともと神社というのは気の領域という見えない領域の力を現実世界に下ろし、そのことによって現実世界にインパクトを起こして変えたいと思った、それが神社の意味です。もともとのもともとは大きな巨石を積み上げて、そこに自然の力、自然崇拝をして、そこから神様とつながっていく、天界と自分たちをつなげる、それがスタートでした。その神社の元岩倉を神社の形にしたのはユダヤ人ハタシです。ユダヤ人が現実世界を変えるための気の領域とのつながるパワースポットとして、その自然界の力を神様に見立てて祀った、それが神社で、そこに神様がいるかいないか、それはあなたの問題でもあるんです。神社に行く時の意識が大事である。その意識が神様を下ろすということを今日知ってください。厳島神社でやるべきこと、厳島神社は厳島姫様の自然のお働き、つまり命に関することを司っておられて、その力が下ろせる可能性がある場所です。そこでお願いしたいことがあるのであれば、絶対にすべきことをお伝えします。これをしないとただの観光です。1つ目、先ほども言いましたが、産砂様にアポイントをお願いすること。お願いの仕方は、何月何日にどういう目的で何のために行くのか、そしてお取り次ぎをお願いできますでしょうかという質問形でお願いしてください。急に行ってもそこに神様はいないと思ってください。そして2つ目、意図を持って神社に行くこと。先ほどもお話ししましたが、神社は意図を持って作られていて、その意図に自然界は反応してその力を下ろしています。だからこそその場に行ってお願いすることがあるのであれば、なぜそこに行くのかを明確にすることが一番大事です。気の領域という見えない領域の力を借りて、自分がお願いしたいことを現実化する、そのために神様にお願いしに行くわけです。それが神社との関わり方なんです。不明確なまま、何のために行くんだろう、なんか有名だから、ご利益がありそうだから、偉い神様と聞いたから、それでは神社の価値も分からず記念写真を撮りまくる観光客、そのレベルでしかないということになってしまいます。そして3つ目、正しい参拝をする。正しい神社参拝については別の動画で詳しくお話ししていますので、こちらの動画をご覧ください。特にこの動画では9分30秒以降に詳しくお話ししてますので、ぜひチェックしてみてください。では今日の話をまとめましょう。今日は神社と神様、そして神社の役割とどのような参拝をしたらいいのかということを知らない方が多いので、厳島神社を例にとってお話ししました。厳島神社は厳島姫様が主祭神で、厳島姫様のお力を下ろしたいということで建立された神社です。厳島姫様は愛の神様で、生命権全部を司っている命の神様です。命が生まれる、命を使って生きる、そして行動すること、欲求を満たすこと、すべて厳島姫様のお働きです。あなたが今生きていられるのは、厳島姫様のお働きがあなたに宿り生きられているということなんです。ですからそのことへの感謝、そして
これから命を使って生きるにあたっての、その力によってサポートされたい、アシストしていただきたいということでお願いするのであれば、その意図が大事であるということをお伝えしました。主催神がどの神様であったとしても、その神社にその神様がいらっしゃるとは限りません。そこにいらっしゃろうがいらっしゃるまいが、それは神様の自由です。ただ人間の意図によってこのような自然の働きをお力を得て沈めたい、もしくはその力によって進めたい、そういうことがあって神社を建ててます。ですから自然界のその意図とはつながる場、 Wi-Fi スポットではあるんです。ですからその Wi-Fi スポットに行って何をしたいのか、何の情報を下ろしたいのか、その意識がなく行ったとしてもただの観光客でしかないということになってしまいます。厳島神社は厳島姫様のお力が降りることもあります。ですが必ずいらっしゃるわけではないので、しっかりと産砂様にお取り次ぎをお願いして、目的を明確にお伝えした上でアポイントを取ってもらってください。それは他の神社についても全く同じことになります。お願いをするにあたって、その主催神様、ご祭神様がどのような方で、どのような力を持っているのか、どんな自然の働きなのか、それを知らずに何をお願いすることができるんでしょうか。産砂様にお参りした時にそこが不明確であればお願いのしようがありません。その自分の意図を明確にするためにも、産砂様にお取り次ぎをお願いすることは大事なことになるんです。そこで厳島神社にお参りする際にやるべきこと、これは他の神社でも同じです。1つ目、産砂様にアポイントをお願いすること。2つ目、意図を持って厳島神社に行くこと。3つ目、正しい神社参拝をすること。正しい神社参拝のやり方は別の動画でご紹介してますので、必ずチェックしておいてください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをいただけると嬉しいです。今予言天狗と LINE でつながっていただいた方には素敵なプレゼント5つをお渡ししていますし、 LINE での配信で天命、地名、画名という、あなたが一番大事にしなければいけないあなたの使命、その決め方についての重要な情報や、丹田活瞑想という真の瞑想法、自分の中に気と身を統合させて君が代を作るみそぎの瞑想法、その情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。冒頭で免疫が上がっている感じがするとお話しました。なぜそう思うのか。湯庭の実りを食べ始めてから風邪ひいてません。体調不良もありません。以前もお話ししましたが、実家で草刈りと木を切ったりした時に鼻が赤く腫れてちょっと大変な状況になったんですけれども、それも一晩で消えてしまいました。完全に免疫が上がってるなと思います。やはり湯庭の実りというみそぎの玄米であり、龍神米、龍神の力を下ろし、天命を覚醒させ、今世界の中心の力をそこに取り込んだ玄米のそもそものパワーと、発芽玄米にしてから命の力を増やして、それをよく噛んで食べているので免疫が上がって当然だなと思います。そしてまたもちもちで甘くて美味しい、心が満たされているのも免疫を上げていると思います。これから秋にかけてまた大きなパンデミックが起こりそうな気がします。パンデミックを恐れることがない、恐れないで済むような健康な体づくりと免疫力の向上は絶対に今後必須になります。ぜひあなたも免疫を上げるということを意識してください。ということで、ではまた。